さて今回もイビルバンクマネージャーやっていきましょう。さあ前回ね、初めて中央銀行のオークションがあったんですが、我々はちょっと手元現金がね足りなくて、7万ちょっとあったところで9万いくらで落札されましたね。ちょっと惜しかったかな。でまた機会あると思うんで、それまでに貯めようということで、ちょっと今ね新しくこうライセンスを購入するってあるんで、ちょっと我々の東インド会社作っちゃうか。この辺行っちゃう？どこかな。この辺ね、これグジャラート州ってあるんで、多分インドです。インドですね。でこの辺適当にじゃあ2万のとこ買うか。西洋ガジャットバスタール。こっちいいじゃん、チャンドー。チャンドー共にアジアを制そうじゃないか。よくわかんないところに急に買い出すっていう。よし戻りますね。まだ出てこないか。トスカーナで鉱山、アイランド穀物を割り当て、お家具投資をしてみようかな。お金足りるかそれこそわかんないですが、こうね利用可能投資があって開くと成長刺激して投資案件が出現すると、あこん貢献1000とかでいいのこれって。で次のターンなんだよね。ほんのちょっとしか入れてないんですけど、変わるもんか。あるじゃん、ここに。塗料。塗料ないですよね、こっち。でなんか、売る場所変わってる気がしないんで、なんかその、名産を A から B へ持っていく的な利益の出し方ではないよね。普通に鉄買おう。あ、いっぱいそうだ。鉄あげますね。業界あげて、で鉄よ。でちょっとここ上げた上で警備に追加しましょう。あこいつかな。あ前回大幅にね進化しまして、あ4人までか。あれ変わんないんだ。失敗しましたね。ガードに行っておきます。あでもこれで最高なんだ。一応このガードね、ガード以外もそうですが、ある程度スペックの高い子たちに、ガチャを引きまくってね、変えました。9連ガチャ何回も引いたね。お金そのせいでだいぶ減ったんですけど。まあ、これかなりポイントが貯まるんで、どんどんね、もう他の銀行を潰していっと、いったことができるはずです。ちょっと仲良くなりながら、進めましょう。最低2万5000か。2万5000ね。テンプルが1万、18万なんで、だいぶ先じゃない？そうそういかないでしょ。さあ、塗料残りますね。塗料しかないのかな？もしかして。あ、この生産は変わるんですが、塗料か。どうだろうな。塗料美味しいのかな。他の出現待ちましょう。で今ね価格貸付が1万2000あるんで、 5% で4ターンも貸したらも大変よ。凄まじい利益が期待できます。で今ねこの銀行として貸し付けるという利益が結構も生まれるんじゃないかなと。まあ、家賃とかすごいですけどね。今は前回、まあ、そのオークション後にゲットしたね、強硬国家のコテージが1段あたり4000生み出すと。これとんでもないですね。あれ戦争してるよ。あ、まだ戦争してんのか。これは一応うちがね、1万2000も投じたんで勝ちます。リボニア騎士団。そして、
ウェールズ、アイルランドか。ウェールズとアイルランド、ノーサンブリア地方の戦争と。そうか、ウェールズは独立勢力じゃないんですね。一応ここもね、地方としては別だと思うんですけど、ずっと中にありましたね。解放してあげるか。ここは何がゲットできるかな。毛皮かいらないな、正直。2回分で、あと武器だね。はい、ハルバードと。でちょっと労働力がね不安なので見てみるか。ありますね。もっともっと作れと。ちょっと上げとこ。6000か。進めます。あなたの財産を持つ地域が他国の戦争で捕獲された場合、あなたの財産の価格は幅に下がりますと。じゃあ他の銀行があったところでも下がるんでしょ。どっかないかな。お、来たよ。あのよくわかんないとこ我々の東インド会社が戦争始めました。うわ、敵なんかすごいな。めちゃくちゃついてますね。我々ね、バグランがいます。謎の勢力バグランで、ちょっと増えたね。勝って増やせるんだ。なるほど。ってことは割と限界気味のアイルランドにまだ幅があるわけですね。ちょっとお金をそこは入れていきたいが、全部武器あげるよ。まあ、この時点で勝ってますけども、さらに見ていこうと。よし、来た。不動産ですね。コテージゲットします。で投資でアイルランドだね。マイナスですけど、これ合ってないのかウェゼックスが。ウェゼックス、ノーサンブリアが他の場所がいるんですね。だ、利用可能がちょっと違うんですけど、こっちかな。だ、たまに西アイルランドですごい安いね物件が出てくるんで、それを改善しよう。それで6万まで上がるんだ6万もか。そんな上げてもね、とりあえず2万くらいでいいんじゃない。はい、でこれかな。お金がそんなないんで、ちょっとそんなにね大規模なもの出されても困るんですよ。ロレールのこの家かな。それ今ね、所有物一応軽く見ますと、トラス農業が8900、業界鉄とか木が52000、不動産家が164000、贅沢品毛皮とかトパーズとかいろんな、まあいわゆる本とかね、贅沢品が1万と。すごい差ですね。でそうだ、エッセンシャルオイルがねあるんですよ。これ最高じゃない？売ります。彫刻は取っとくか。あ、滅亡しそう。ポルトガルをどうにかしようかなって思ってるんですが、ポルトガルにはねヴィッセルバンクっていうのがいて、投資枠少ないんですね。なので入るほどのメリットはなーっていうところで放置してるんですけど、ポルトガルか。この時代ならそれこそね、アフリカとかに行って香料をゲットしてきて富を築き、海上帝国となってると思うんですが、見る影もないね。ポルトガル行くか、どうしようか。このアラゴンってやつがイタリアの方にもいて結構でかいんでね、邪魔ではあるが。お、ブルターニュ、ノルマンディ。でもこれさ、戦争する可能性あるよね。ブルターニュ持ってもいいかなって思ったけど、てかイングランド最悪これ投資できるな。まあ、この辺はね正直戦っちゃったらどうしようってなるんで良くないか。できる限り離れた場所でね投資した方がいいだろうと。
ポルトガルか。枠はいくらだ ?4000 か。大してないですね。まあ、それはじゃあ全部もらおうかな。ポルトガルにじゃあ参戦しましょう。全部あげる、このほら。4万ハルバード。まずね、2万くらいかな。で、ポルトガルのライセンスを購入と。やっとね、割と知られた国名のとこが開けましたね。で、マックス入れますよ。怪我はまあいいよ、なんでもいい。まあ、正直いらないか。で、もうちょっと打って、ビッセルバンクどう潰そうかな。相手側にもいんのか、ビッセルバンクって。じゃあ結構痛いんじゃないのかな。どうなんだろう。よし、まあここはね、いいです。まあ進めてもらってね。200ターンまでなんだよね。結構、考えていかないといけないか。贅沢品も結構増えてきました。絵画とかね、価値すごそうじゃないか。トスカーナとか文明のある方で絵画がゲットできるよと。そうやって考えるとアイルランドって農業しかないのかな。穀物だらけですけど。絵画行っとこうかな。いろんなものを持っておくというね。分散投資みたいな。か、ロレーヌの普通に不動産ゲット。これいいか。でもアイルランドのこのコテージでいいか。普通にありましたね。で、でですよ。お、待って待って、またあったの？ちょ、待って待って待って、止めて。2万6000しかないよ。10ターンに1回あるのか。なるほどね。でトリニティバンクが、8% か。10ターンごとね、それ知ってたらちょっと貯めたんですが。じゃあ次、70ターンに向けて。貯めていこう。もういろいろね、影響力が増えたんで。大丈夫かな？ 50% でしょ？ 78% で 15% として、これから全部買っていくくらいの勢いか。がないとダメなのかなと。あ、もうレベルってのいるんですか？武将のだって4万で、今4万いってないでしょ？だって。ねえ、そんなに、そんなにないと思うんで。この投資とか上げるメリットもないかな。スパイとかならなんかパーセント変わるんでいいのかなって思うんですけど。あとここね、変わるかな。ちょっと上げてみるか。やっぱ44だね。もう変わんないっぽいな。あ、次で変わるか。2レベルかかんのかな、これから増やすには。さあ、ではちょっと次のオークション行っときたいね。攻めちゃいましょう。一旦の利益えげつないね。よし、終わってチャンドーが勝ったと。ナイスチャンドー。